アウさんよくゴルフ練習したりして、うん、首痛くなるじゃないですか。首痛くなります。ちょっと原因があるんですけど、うん、ちょっと伝えていいですか。アウさんこう上げてから切り返しで、うん、こうなっちゃう、こうなっちゃう切り返しで、うん、こういうふうに右肩がここにくっついちゃってるんで、これ痛くなっちゃうんですよ。あ、それが原因なんです。それ原因なんで、ちょっともう一回言っていいですか。切り返しで、うん、痛くなっちゃいました。だから痛くなっちゃうんだ。そうもう痛くなってるもんね。はい、もうやばいですよ。これはもう何回も打てないんでこれだとっていうこと。はい、どうも、アウさん2です。今日はね、昨日、バッサンと、ヤス君とね、サウナに行ったんですけども、そこでね、僕のスイングの特徴であるね、ジャミラ、うん、あとね、肘が体から外れてしまう、体から横にずれてしまう、それのね、強制レッスンをね、ちょっとリモートという形でね、されました。こういうね、練習のレンジではなくね、レッスンされました。こうするといいよっていうね、うん、本当はね、八王子のね、ゴルフに行ってね、レッスンしてもらおうと思ったんですけども、口頭でレッスンしてくれたんで、行かないで済みました、はい。それがね、ちょっとできてるかどうかわかんないんですけども、ちょっとね、今日はそれをやっています。ね、まあ、オープニングのね、スロー映像を見てもらえばわかるんですけどもね、まあ、ジャミラ、まあね、バッサンちょっと極端にやってます。はい、肩が、首に、つくと、こうやってますね。こういうレッスン受けたんですよ。右肘をちょっとね、僕はお腹にこうつけようとしてたんですけど、離した方がいいと。右肘を伸ばして下にやれって言われたんですよ。それをちょっと意識して今日やってます。はい、スローね、オープニングのスローを見てもらうと分かると思うんですけど、ちょっと矯正されています。はい、お腹から体からそこまで外れなくなったと思うんですけど、皆さんどうですかね。僕はね、今までね、右肘を、右脇を締めろみたいなね、そういうレッスンがあったと思うんですけども、最近のレッスンではね、右こうやって、ね、今みたいな動きですね、右肘をこうね、お腹にこうつけるんではなくて、右脇をこう締めるんではなくて、右脇を開けろっていうね、そういったレッスンを受けました。はい、右脇をこう締めるとね、おのずと、まあね、よくね、インパクトの直線の形、右肘が曲がってるといいみたいなね、そんな感じなんですけども、それを僕はね、意識して今までやってたんですけども、どうもそうではないと。右肘伸ばしていいんだと。で、後で結果的にこうやってスローやこう動画で見てみるといい感じになっているよっていうことで、ちょっとそれを意識されましたね。意識しましたね。はい、以前にね、カズプロにも似たようなレッスン受けたんですけども、今それが、今こんな感じですね。右肘をこう伸ばしてますね。伸ばして下にやってますね。はい、右肘をこうお腹につけろみたいなね。右脇を締めろみたいなね。そういったのをちょっと取り除いて、右肘を伸ばす、右脇を、締めない、そういったね、今日はちょっとスイング改造まではいかないですけどね、スイング矯正、小川翼プロバッサンのリモートレッスンということでね、ちょっとね、どうしてもやりたくてね、今日練習場来ましたね。はい、まあちょっととは良くなってるんじゃないかな。まだまだね、ジャミラの矯正まではいきません。さすがにね、バッサンがやってるあのね、右肩が、首に、なんかエルボーとショルダーアタックを食らわしてるみたいな、あれはさすがに大げさですけども、まあちょっと若干解消されつつあるのかなと、こういうイメージですね。右肘を伸ばして、そう下に、うん、今までね、こう体につけてたビンって、体にこうつけてたんですけど、こう下にこの動作ですね、でも右肘を伸ばす、うん、そういうイメージで今日やってます。はい、まあちょっとね、動画じゃね、分かりづらい部分はあるんですけども、まあ僕はね、毎日自分のスイング見てるんで、まあ、ちょっとはまあ解消されたのかななんてね、そんな風に思ってますね。あとはね、バッサンが、まあ、この動画を見て、どういう判断を下すのか、
バスさんね、僕の動画見てないと思うんで、多分コメントしてくれてないと思うんですけども、まあ、してくれたらね、まあ嬉しいかなと、こんな感じですね、こうですね、うん、僕ね、前の動画で右手を、体の近くを通さないみたいな、そういうことやってるんですよって言ったら、それやめた方がいいって言われましたね、なのでね、ちょっとその意識はちょっとなくそうかなと思います。はい、こういうイメージですね。右肘をちょっと体から離すっていうんですかね、うん、離すイメージなんですけど、そこまで離れてないと思うんですよ。体の遠くを通ってるだけではないと思うんで、今までがね、ちょっと体の、肘をね、お腹にビッタビッタにつけて、でね、本当はね、これテイクバックでもね、右肘上げた方がいいですね。ちょっとね、今日ちょっとやるの忘れました。この動画ではテイクバックでトップまで行くときに右肘結構体につけてるタイプなんですけど、それもね、できるだけ外した方がいいと。要はね、もう円弧って言うんですかね、円をできるだけ大きく、した方がいいっていうのがね、ちょっと多分まあ根底にはあると思うんで、なのでね、あんまりこう肘を体にこうビタビタにつけるっていうのは、これは良くないんじゃないかなと。まあ良くないっていうか、僕の場合ですけどね、バスさんのね、僕のモノマネありましたよね、あんな感じになってしまうと。さすがにね、あれはちょっと大げさで若干ディスり入ってるかなと。あとね、ちょっと今日僕の前の座席で打ってた彼がね、僕の、デザインした T シャツ、14の T シャツ、着てたんで、ちょっとね、気に映るかいと。この14ね、言ったらね、映るっていうことでね、もうあっち行ってくれと。はい。